ポンペオバトーニによる肖像が1760年頃、モンザーマー公爵及び初代冒頭のモンタ牛団シャクジョン・モンタ牛、1735年3月18日1770年4月11日は、グレートブリテン王国の貴族、政治家、トーリー党に所属し、1761年から1762年まで、庶民院議員を務めた。 1735年から1762年まで、ブルーデネル教の儀礼称号を、1766年から1770年まで、モンザーマー公爵の儀礼称号を使用した。第四代カーディガン伯爵ジョージ・ブルーデネルと、メアリー・モンタギューの息子として、1735年3月18日に、メイフェアのアルベマールストリートで生まれた。 1747年から1750年までイートンカレッジで教育を受けた後、1752年にパリで進学、1754年から1756年までグランドツアーに出てフランス、オランダ、イタリアを旅した。1749年に母方の祖父が死去すると父と同じく生を母方の旧姓、モンタギューに改めた。 1761年イギリス総選挙でおじにあたる第2代ブルース男爵トマス・ブルーデネルの講演を受けてマールバラ選挙区から出馬、無投票で当選した。翌1762年5月8日にグレートブリテン貴族であるノーサンプトン社におけるボートンのモンタギュー男爵に除され庶民院を離れた。1766年に父がモンタギュー公爵に除されると モンザーマー公爵の儀礼称号を使用するようになった。1770年4月11日に生涯未婚のママ死去、23日にノーサンプトンシャーで埋葬された。後継者がおらず、爵位は廃絶したが、16年後の1786年に父が上される形で再創設された。ありがとうございます。